カズミルヒアウィーゴー来ましたね。ね6000万ユーロプラス、アドオン1000万みたいな感じだよね。マドリーガ、カズミの代わりに取る選手で誰が最適だと思いますかあの、あれですよね、ギマライスっていう話出てますよね。ギマライスめっちゃプレミア初シーズンって思えないぐらい素晴らしかったですから、去年、アーセナルが、ね、負けたのもね、ギマライスの活躍の、ね、力が大きいですからね、ニューカッスル。ねあの、当然、ニューカッスルはギマライス相当なお金払って、 でね、来させただろうからマドリーが風見る売ったお金そのまんま使わなきゃいけなくなりますよね普通にあれじゃないですかチュアメニとかカマビンガ使ったりとかうんバルベルデいてカマビンガいてチュアメニいるからでそれで普通に風見るいないとやっぱきついなっていう時期が来るのか,、うん、だか昔の銀河系マドリーほでやばいことにはならなそうですけどねただまあ出さない方がいい選手なのは 絶対ですね。僕は風見のこのまんまね、マドリーでセンターバックになっていくみたいなのもあるかなと思いましたけどね。あ、風見の来たからロナウド残るから、ね。ロナウドの膝にスパイクで足を置いて写真撮れる人ですからね。ダスすーのマドリーの話だと、バルベルでアンカーが一番現実的ですね、今までやった実績でいうと。でもチュアメニ取ってきてるから、チュアメニがどのぐらいのクラスかっていうのでそこ使う。もしくはカマビンガも去年アンカーやってるから。 で、マドリーナアンカーの場合は、センターバックがどんどん出てく守備するから、一時的にセンターバックにならなきゃいけない瞬間が多い。特にロングキックの時とかさ、ファイブバック化するみたいな感じで入るから、それをカマビンガーに覚えさせるのか、中アメに覚えさせるのか、もともとやってたバルベルデンやらせる。回しながら最低回を多分見つけていくんでしょう、ね。あとは、風見の入るユナイテッドの話なんですけど、フレイジーアンカーだと、悪くはないけど、インサイドハーフの方が良さ出んな、みたいな。 で特に前出ていって潰す守備って、風見のむしろそっちの方が得意ですから。っていうので、どんどん前にかけていって、で、みんなが前にプレスかけていった時に、空いちゃう広いスペースをカバーしながら、時にはセンターバックの間にも入れるっていう、守備面では今の天グユナイテッドに最高の選手だと思いますね。で、今度、攻撃なんですよ、問題は。テンハグのサッカーって、2センターバックプラスアンカーでゲームメイクしながら、前にどんどん人数かけたいじゃん。ってなった時に、 あの、マドリでやってるみたいに、クローストモドリッチが低い位置いるから風見ろトップ下いるみたいな、その形をやるのか、で、それやるとさ、切り替えの時に風見ろ低い位置入れないっていう、そのスクランブル状態みたいなのが、うまくいけばいいけどね。で、あとは風見ろ自体がプレスの取りどころされる。で、これがセンターバック2枚がビルドアップうまかったら、アンカーにそんなボール触らせないで、いるとこいてくれればセンターバックが運べるみたいなんですよ。ただ、 左のリサンド・オマルティンスはまだしも、まがいはそんなうまいかっていうと、そうでもないでしょ。だから、バエリーとかバランとか、でバランはそんな信用されてなさそうだしね。だから、風見ろにビルドアップの負担をかけない状態でやれる。前向いた状態ではいいビルドアップするんですよ、風見ろって。わざとボール持たされて一気にプレスかけられるとやばい選手だから。風見ろが、 攻撃ででで穴にならならいいいい形っていうのを用意できればすすごくただ、ユナイテッドの本質的な問題は、キーパーからのビルドアップの時にはまりやすいキーパーの横にペナルティエリアより中で作って、そこにボールが出たとしてもサイドバックのところでハマる形なのと、あとはウィングが高い位置取りすぎて、こういう迂回経路を作れないっていうのがずっとあるから、それ直んない限りは、今季も厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。 you sure.